ヤムソーケーヤムソーケーはい、いただいたヤムソーケーヤムソーケー喜欢吃ヤムソーケーうんすっごい美味しい難しいね。中国と日本語と英語一緒に、バディレングも一緒にそう全部使ってる、はい、すごく難しいですね。ねでも皆さんがすごい、さきぬさんがすごいうるさい。うるさい、うるさいです。うるさいです。もうすごいみんなを盛り上げて、わーって喋ってて。いつもうるさいです。ほらほらでもその言葉が分からなくてもめちゃくちゃ面白いのですごい勉強になります、うん、それも旁白哥抱抱渡边直美来台开镜现场向地球村赞刘以豪帅又温柔闻起来香香的提供提供天空就是我们天空啦好那你讲哇哎，渡边直美在台湾拍戏耶，她主演的《怎么可能我家的祖先是你家的鬼》曾被疫情耽搁，如今终于开镜。AIG 破千万追踪的国际巨星应该很难请吧？结果她是一口就答应了。え、あらすじとか台本ちょっと軽く見させてもらった時にめちゃくちゃ面白くて、で台湾でホラーでさらにコメディっていうのを見てめっちゃ興味があったのと、その作品あらすじを見た時にめちゃくちゃ面白かったからオファー受けました。いやすごい質問ですね。ストレートな質問。でもすごいかっこいいですよね。普段も優しいですし、かっこよくて素敵です。あと昨日ちょっとこうみんなでいろいろ練習してる時にすごくいい匂いがしました。はいはいはい。ありがとうございます。故事描述刘以豪饰演的经纪人带着台日混血明星渡边直美返乡寻根。Naomi 讲的小学同学小勋带路，找了苏达和萨基努一起上山撞鬼。有原住民，有同志，有恐怖，有笑料，相当复合式的片种，凑起来的语言也很崩溃混乱啊。難しいね。中国語と日本語と英語一緒に、バディレングも一緒に。そう。全部使ってる。すごく難しいですね。でも皆さんがすごい、さきぬさんがすごいうるさい。うるさい、うるさいです。うるさいです。もうすごいみんなを盛り上げて、わーって喋ってて。いつもうるさいです。ほらほら。でもその言葉が分からなくてもめちゃくちゃ面白いのですごい勉強になります、それも。吃货 Naomi 讲在 IG 限動分享了文化冲击、台湾剧组放饭、琳琅满目、口味很多。そうです。お弁当はもうとにかくびっくりしました。日本だと2種類で、まあちょっとその冷たいお弁当っていうのが、まあ主流というかなんですけど、全部あったかいくて、しかも10種類ぐらいお弁当もあって、なんか刘以豪和 Naomi 讲2019年就在意大利有过一面之缘，这次他要扮他的经纪人，应该会有火花吧。三立娱乐新闻，仕事です。报道。